どうも皆さん、こんうまー、うまつばきです。今回はウィーク135アップデートの内容をまとめていきます。まず今週追加された目玉のアップデートは、全てのマップとバイオームで利用可能な新しい建築ティア石レンガが追加されました。でこれはティア3の建材で、アドバンスドの石膏台で製造可能とのことで、精錬木材、鋼の釘、まあ、かっこネジですね、あと樹液の素材を使って作成可能とのことです。でティアはクレイレンガと同等で、同様の保護と耐久性があるとのことです。とりあえず実際にどんなピースがあるのかチェックしていって、その後近日公開の僕がかなり期待している熱いアップデートと、来週のアップデートについても触れたいなと思っております。ということでまずね、石レンガの方から見ていきましょう。ということで早速石レンガの方を見ていきたいんですが、ランク3の、ティア3のこの高度な石膏台の端の方に2つ追加されてるので、これ解除していくんですけど、見るところによると、高度な石膏台とあと電動石膏台両方どちらでも作れるっていう形になってますね。で温度の遮断がプラス10で、倒木耐性が 100% と強風耐性65なので、このクレイレンガと全く同じっていう感じですね。なので、これ解除していきます。これ2つ解除して、作るにあたってですね、まずこのストーンブリックっていう石のレンガを先に生成する必要があるみたいなので、これ、石3つで1つ作れるそうなので、まずこの、石のレンガを作っていきます。あ、結構作るスピード早いですね。もうガンガン作れそうです、石さえあれば。じゃあ資材の方を作ってきたので、これから建材の方を作っていきたいなと思います。でこれが、ストーンブリック石レンガの針で、じゃあまあ針10本ぐらいいこうか。で、壁とか、まあ、この一式もろもろ作ります。 OK ですね。じゃあ、一通り一式全部作ったので、早速どんなもんかっていうのをチェックしていこうかなと思います。適当にこの辺りに立ててみようかな。お試しで軽く組んでみます。まずこのフロアですね。じゃあまあとりあえずフロアちょっと置いていくんです。ああもう、なるほどなるほど。レンガのそのまま、色が石っぽくなったっていう感じですね。かなりいいっすね。この感じだと、クレイとかスコリアのハーフの4分の1のやつと組み合わせてもなかなか良さそうですね。でちょっと壁もつけていきます。窓行こうか。このレンガ系のやつは窓が結構いい感じですよね。この縦にレンガが刺さってる感じがすごくいい味出してるんですけど、まあで壁、まあ、こんな感じと、階段がこんな感じになってて、屋根が、あーいい感じっすね。しっかりとこうなんか瓦っぽい感じですね。まあ、クレイレンガの色違いということで、あ、いいっすね。これ既存の今までの石の建材と組み合わせてもなかなか良さそうな感じがするんですけど、でまあちょっと適当に組んでいって、で、先端の三角屋根がこんな感じ。はいはいはい、いいっすね。でこれ、まあ、これで蓋して、いや、かなりいい感じじゃないですか、石レンガ。個人的にはかなり好きなんですけど、で、ちょっと針もつけてみる。あ、なるほどね。この針はまあ横と縦と斜め、まあ、ですよね。まあまあ横、まあ、針自体は結構好みだと思うんですけど、うんうん、なるほど。でハーフピース、あれハーフの、あー、ここここ、相変わらずちょっと判定がねなかなかむずいんですが、あとハーフピースの壁こんな感じですね。あ、なかなかいいんじゃないですか。で今それぞれのピースを使って適当に一つね組んではみたんですが、結構いい感じで、個人的にはかなり好きな部類になるんですけど、
もともとあった石の建材とかと組み合わせたり、それこそクレイレンガとかともかなり相性が良さそうなので、またこれからね、いろんな面白い、この石レンガを取り入れた建築っていうのが夢が広がりそうなので、今回もねかなりいいアップデートで建材追加されたんじゃないかなと思います。まあ、ティアさんの今回の石レンガに関してはこういう感じでしたということで、じゃあ次ね行きたいなと思います。じゃあ近日公開のプロメテウスパート2の情報からなんですが、現在プロメテウスパート2のミッションの開発を進めており、完成したフェーズのテストフェーズを開始していますということで、これには新しい大型生物の動作確認とその行動の改良が含まれますということみたいです。で、近いうちにコミュニティ内でクローズドベータテストに移行して、でその後よりオープンなフェーズに進む予定ということなので、ディスコードのメンバーになっていると今後ベータの方で先行でプレイできるということなので、もしやりたいのであれば、ディスコードの方に、公式の方に入っておくっていうのは、必須になるっていうことです。で、近日公開の建築オプションの追加っていうやつがあって、これが個人的にはかなり注目してるんですが、コミュニティからの要望を受け、曲線や角度のあるピースのほか、対角配置をサポートする建築ピースのグリッド配置の拡張に取り組んでいますということで、この曲線のピースっていうのが今作られてるみたいなので、これができれば今までみたいにめんどくさいやり方で円形を作るんじゃなく、全然自然な形でね、曲線の建造物っていうのを作れるんじゃないかなと思ってるので、これかなり楽しみにしてます。で、これまでのテストは順調で、次の大型拡張のデンジャラスホライゾンズっていう次のダウンロードコンテンツがあるんですけど、でその時に無料アップデートの一環として追加される予定になってるっていうことです。これは、かなり期待ですね。曲線で、あと対角に配置するのも、楽になるんであればそれも熱いし、まあまあ今後もちょっと目が離せないですね、このあたり。じゃあ最後になるんですが、来週のアップデートの内容をちょっと見ていこうかなと思います。で、来週は作物と天候、バイオームの相互作用ということで、作物についていくつかの、まあ、システム調整が入ったと、まあ、入るということで、作物自体が条件が良好なバイオームでは成長が早くなるし、適してない場所に植えた場合はデバフを受けて、なんか成長も遅くなるみたいです。例えば北極圏では屋外では何も育てることができないっていうことで、まあ、あのガラスの建材で温室を作ったりすることで、その不適切な条件っていうのを無効にして作物を育てることができるっていう風になるみたいですね。で、作物が気象パターンの影響も受けるようになるみたいで、なのでこれは作物のそのプランターとか土台、まあ、土土台とかが嵐に耐えれるかどうかっていうのが影響してくるみたいです。で、作物を育てるためのより良質な土のマウンドを作成する新しいシャベルも導入し、土マウンドと作物プランター、作物のプランターの間に新しいティアが作成されますということで、さらに来週その、新しいシャベルで掘った土でより高品質な土の土台追加されるっていうことで、こっちもかなり楽しみなんですが、また、来週のアップデートされた後にチェックしていきたいなと思います。はい、ということで今回はウィーク135アップデートの内容と、またこれから追加されてくるアップデート内容だったり、来週のアップデートの内容だったりっていうのを軽くまとめていったんですが、なかなか面白そうなねアップデートが待機しているので、まあ、これからも目が離せないんですけど、特に大型のダウンロードコンテンツ、デンジャラスホライゾンズっていうのは、あそこで本来ならそこでアサルトライフルとかも出る予定の感じでこう最初公開されてたので、別のまだ公開されてない隠されたアップデートの内容とかっていうのもね、これから今後楽しみにしていきたいなと思います。ということで今日はこのあたりにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。